ロダンについて、お話ししていこうと思います。ロダンはですね、炎上ってありますけど、大変なこう批判というかですね、を浴びてですね、それだけでなくて、やっぱり彫刻的な造形性というのがこう秘められているのがロダンの彫刻なんです。こんにちは、布施秀人です。今回から新しいスタイルのインサートが好みというアートで始まります。アートの美の秘密を解剖する、解きほぐすというコンセプトでお話ししていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。で、今回のテーマはですね、フランスの彫刻家のロダンについてお話ししていこうと思います。まずロダンはですね、1840年に生まれまして、彫刻の親方のところにですね、弟子入りして、23歳の時にですね、花の潰れた男という彫刻を作りまして、まあ、花が潰れた男の人の、銅像なんですけども、まあ、これがですね、大変なこう批判というかですね、を浴びてですね、要するに花が潰れてる男なんて作ってこう美しくないというようなことでですね、批判を浴びたんですけども、批判を浴びることによって、まあ、かえって注目されてですね、でよく見たらいいじゃんみたいな感じでですね、まあ、古代ローマの遺跡からこの彫刻が出てきましたって言っても、そのままこう通用するようなですね、ものだったんですね。で、まあ、ともかくそんな感じでデビューして、普仏戦争というのが始まって、まあ、親方と一緒にフランスを逃げてですね、ベルギーのブリュッセルでそのまま仕事を続けるんですけれども、でその時に作ったのが青銅時代という彫刻でですね、でこれがまた批判を浴びるんですね。これ彫刻じゃないんじゃないかっていう、でつまりどういうことかっていうと、実際のモデルさんにこう石膏で型取りをして、そこになんかブロンズ流し込んで作っただけなんじゃないか、まあ、それぐらい本物の人間に似ていて、まあ、僕解剖学が専門なので、そのパリのロダン美術館でこれ見た時にですね、本当にこう筋肉がこうあちこちそのまま描写されていて、なんか美大のですね、解剖学のテストでこの彫刻から筋肉10個、ちょっと取り上げて説明しなさいみたいなのに使えるぐらいですね、筋肉の描写が、すごく細かくて、その、人体っていう自然ですね、まあ、人間もやっぱり自然の一部なわけですけれども、この自然をよく観察して、そこから造形していくということで、まあ、彫刻的にもですね、こうすごく形が生き生きした躍動感に満ちたですね、そういうのがこう達成されたと。で、まあ、ともかくでその後もですね、もう何度も、まあ、ほぼロダンの生涯は批判とスキャンダル、まあ、これはなんかそういう生き方っていうのは今の生き方でいうと、要するに炎上ってありますけど、炎上商法ってありますけど、ちょっとそれに近いんじゃないかみたいな。ただロダンは自分で意図して炎上を狙ったわけではないし、炎上的なことっていうのはあくまで注目を浴びるためのきっかけにしか過ぎなかったんですね。まあ、注目を浴びて、まあ、よく見たらこう素晴らしいという形でどんどん巨匠になっていって、で、まあ、最後ロダンが住んでいた家って今パリのロダン美術館っていうのでパリの中にあるんですけども、お城のような立派なですね。だからロダンの生涯を追っていくと、まあ、一緒になんか自分も成功しているようなですね、ちょっと幸せな気分になれるみたいな、ところもあります。彫刻って何なのかっていうのをちょっとお話し、してみますとですね、まあ、ちょっと知り合いの彫刻家って何人かいて、で彫刻的な見方ってどういうことなのかっていう、で例えば人の頭を頭部を見た時に、彫刻家の場合はその人の頭があったら頭の向こう側の形がどうなっているかっていうのを常に想像しながらっていうか、まあ、もっと言うと彫刻家になるとその見えない向こう側が見えるっていうか、そういうことだったりとか、あとですね、まあ、顔の話で言うと、まあ、例えば鼻が出っ張っていたりとか、ほっぺの角のところがこう出っ張っていたりしますけど、これはまた彫刻にもですね、細分化していくといろいろあって、彫る彫刻とですね、あと塑造って言って、まあ、粘土をですね、こうどんどん付け足していく、まあ、塑造をやってる彫刻家と木彫をやってる彫刻家に聞くとですね、
見てるところが違うんですね。で、木彫やってる人っていうのは一番飛び出してるところを、とりあえず、把握して、でそこからこう形をですね認識してどんどん掘っていくと。で一番飛び出してるところはそれ以上掘らないっていう。で逆に塑造の人は一番へこんでるところを見て、でそこをこう、まあ、捉えてそこからこう付け足していって作るというようなことなんですね。なのでその彫刻を見る時のその鑑賞の仕方っていうのはやっぱり絵画とかなりその見方というか世界観というか感覚が違って、だ彫刻見る時はその向こう側の形がどうなってるかとか、一番飛び出してるところだけつないでみると、まあ、粘土の彫刻だったら一番へこんでるところをまずこう見て、あそこからこうやって作ってきたのかみたいな風に見ると、まあ、彫刻的なこう見方っていうか、それ自分の中で再現できるし、鑑賞できるというようなことですね。バルザックという、彫刻がありましてですね、まあ、バルザックってフランス の小説家ですね、文豪のバルザック でそれのまあ肖像彫刻を作ってほしいという、まあ、そういう 文学の方の、まあ、協会というかですね、そういうところからこう依頼があって、作ったんですけれども、依頼した方のイメージと随分ずれていて、批判を浴びるだけじゃなくて受け取り拒否されちゃうんですね。で、まあ、なんでこれ拒否されるかっていうと、で、まあ、ロダンはこう作る段階でまずこう裸のバルザックですね作って、でその後に今度はこの布をですね、バルザックの身長に合わせて布を用意して、それでこう体にかぶせた形にして石膏取りしてですね、それをこう組み合わせたりして作っていくんですけど、この布が、まあ、ほとんどボロ切れですね、ボロ切れまとってるだけで、このフランスを代表する偉大なですね文豪の姿としてはちょっとなんかカジュアルすぎるっていうかですね、ようなことで受け入れを拒否されるんですけども、このロダンの後に20世紀の美術で抽象彫刻っていうのが出てきますけれども、まあ言ってみればそういうこう抽象的なですね、ちょっとこう傾いているがゆえにですね、なんかこう生まれてくるある雰囲気というか、それをこう捉えていてですね、まあこんな本当力強いバルザックっていうか人の肖像はないっていうような感じで、まあまあ、よく見るとやっぱりいいという、まあ、またここでもそういうことになるんですね。でそれで最後になってくるんですけれども、ロダンがですね、まあ、このバルザックとかもそうなんですけども、まあ、何を自分 その美の先生というかですね、お手本にしてこういうものを作っていったかというとですね、ロダンが書いている本でですね、フランスの大聖堂で、これはつまり中世のですねゴシック建築ですね、それを、ロダンがですね、まあ、最も美しい造形物、そういったものの美しさについてですね語っているんですね。ゴシック建築っていうのは、どういう建築かっていうと、まあ、簡単に言うとこの、空に向かってこう高い塔が伸びているやつですね、まあ、あれが、ゴシック建築の特徴で、まあ、ロダンがですね、まあ、この本の中で書いてある文章をちょっとだけ読んでみます と、私はどこで彫刻を理解したであろうか、森の中で樹木を見ながら理解したのである、道の上で雲の佇まいを観察しながら理解したのである、アトリエの中でモデルを研究しながら理解したのである、学校を除いた至るところで理解したのである、私は自然から学んだものを自分の作品の中に取り入れようと努力したのである、ちょうどこのようにゴシック建築はというので、例えば森の中で樹木を見ながらですね、まあ、大体これ自体が、まあ、樹木の幹が大地からこう切り立っているような形をしてますけども、まあ、ロダン自身もですね森の中で理解して、あとそもそもですね中世 のそういうゴシック建築っていうのは森ですね、環境が都市化してきて、まあ、全部こう自然を排除して、まあ、都市っていうか町を作って、でその中にこう失われた森をですね、もう一度こう再現しようとしたのがゴシック建築みたいなところがあって、ゴシック建築のこう柱が中に入ると高い柱がですねいっぱい立ってるんですけども、それがあたかも森に迷い込んだようなですね、ところがあるんですね。でそれで、最後の作品なんですけど、まあまあ、ほぼ、まあ、晩年というか、まあ、最後ではないですけどほぼ最後の作品ですね。これ親指を見ると
両方が右手なんですね。でつまりこれは一人の人がこう手を合わせてるんじゃなくて、二人の人が片方がこれで片方がこれでっていう、タイトルがラ・カテドラル。カテドラルっていうのは大聖堂っていうことなんですね。お世界の中で最もこう美しい造形物である大聖堂、それをまあロダンとしてはただ2つの手を組み合わせることで、作ることができたと、できるというようなものなんですね。まあ、これはただ あの手をちょっと彫刻家の人が作った、これはだから手のスケッチみたいなものですね。これはただの手なんですけども、こっちはただの手じゃないんですね。ラ・カテドラルなんですね。そこには、いろんなイメージ、いろんな造形性が、込められているんですね。で、言ってみれば2つ先生がいて、1つは大聖堂、もう1つは森樹木ですね。で、そういったものにこう彫刻として、いかに迫るかっていうのが、ロダンの、人生であったというようなことで、でロダンの彫刻っていうのは日本にたくさんありますので、東京だと上野の国立西洋美術館ですね、あと静岡県立美術館にもロダン館っていうのがあったりしてですね、あと彫刻の森美術館もそうですね、神奈川県あちこちで見られるので、ぜひ、一方で何ていうかな、すごく文学的説明的な、考える人なんていうのがそうなんですけども、何か考えてるのかどうかみたいな、そういうふうな見方をしてしまうんですけども、それだけでなくてやっぱり彫刻的な造形性っていうのがこう秘められているのがロダンの彫刻なんで、そんな感じで、彫刻を楽しんでみてください、という、お話でした。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。